ニューズオペイド、本日はゲストに映画監督の久米田剛さんとザ・ニュースペーパーの福本秀さんをお迎えし、平林武雄解説員とともにお届けしています。江沢民氏の追悼大会が行われました。平林さん、このニュースどうご覧になるでしょうか？そうですね、どこの国でもですね、かつてその国のトップにあった人が亡くなってですね、でその葬式をするっていうね、これは今の権力者の思惑だとか計算が色濃く出るわけですよ。本当に引きの例で言うとね、日本でもついこの間ありましたよね、安倍さんが銃弾で倒れてですね、亡くなって、で今の総理、権力者ですよね、の岸田さんがですね、もう1週間も経たないで国葬にするって言って、これが後々大変なその反対論がですね、徐々にですね、吹き上がってきてですね、安倍さんの業績も固まらないのに国葬にするとは何事だっつって、結局6割ぐらいの国民が反対したわけですけども、それでも国葬はですね、強行されたってことですね。これは岸田さんにとってプラスだからですよね。自民党の保守派、保守系、あるいは国内のね、そういう右寄りの保守系の人たちに対する忖度であったわけですよ。で、これと同じようにですね、今回の中国共産党、江沢民さん、これ前の中国のトップですよね、今の習近平さんの前のトップ、これやっぱり先ほどのですね、アナウンスの中でもあった通り、1989年のですね、天安門事件、これを意識してるのは間違いないですよね。でしかも今コロナで習近平さんのゼロコロナ対策に対する批判がですね、出てきて、でその根底にあるのは中国が人権を認めていない、人々の言論の自由であるだとか、そういう、ね、自由もですね、弾圧して中国の一党支配、習近平体制の一党支配を強めてるっていう、ね、ことに対する中国の民衆の不満が背景にあるわけですよね。根っこにはあって、それがマグマのように溜まっているっていうことでね。で、その習近平さんもですね、江沢民さんの功績を称える、江沢民さんって人は天安門の後ね、これバックには鄧小平さん、最大の実力者の鄧小平さんがいたんですけども、中国共産党のですね、トップになって、それで求心力を高めたわけですよ。これに反日をいろいろ使ったわけですけどもね。だから日本から見るとですね、それはいろいろ言いたいことはたくさんあったわけですけど、しかし国内が大荒れに荒れた天安門事件の後にですね、江沢民さんは中国共産党の団結といいますか、中国共産党政権の求心力を高めることに成功した。それで経済成長の礎を築いたことは間違いないわけですよね。でそういうことを、その江沢民さんのこの葬式にですね、ちなんで、習近平さんは江沢民の業績を称えてですね、中国共産党の統一、団結をですね、団結を人々に呼びかけたと。そうでないと今自分の足元で非常に揺らいでますからね。自衛隊の戦闘機がフィリピンに着陸したというニュースです。これフィリピンのルソン島のクラーク空軍基地というところだそうなんですけれども、はい、これ久米田さん、これどのあたりなんですか？ルソン島のマニラがある、首都マニラがあるところなんで、マニラから北にバスで 5,6 時間のところですかね。クラークってもともと米軍の基地があって、そこが20何年前に撤収して、そこに、国軍の基地ができて、でかつ経済特区もあるので、日本の企業も結構進出してたりするとこですで、はい、このニュースはどうお聞きになりましたか？真面目な話をすれば、今年の大統領が変わり、ドゥテルテっていう人は割と中国にすり寄ってたわけです。で新しいボンボン・マルコスっていうのはアメリカにちょっと中国よりアメリカだなっていう感じになっているので、そんな流れの一環かなという気はします。はい、であとそのクラークという町の隣にアンヘルスという町があるんですけど、それが、フィリピン最大の歓楽街なんですね。もともとその米軍基地に米兵相手の町があったんですけど、今でも、ゴーゴーバーが何十軒も立ち並んで、水着のお姉さんたちが何百人もいるんですけど、今日の夜は自衛隊の皆さんはそちらに行くのかなとかという
すいませんどうも、はい、そんな感じです、はい、ね、そんな立派な名物はやっぱちゃんと体験しないとダメですよね。が今あの被害を遭ってですね、被害に遭って苦しんでる方たちの救済になればいいんですけどもね、うん、これしかし最後はですね、国体的な駆け引きでもってですね、決着させられ、つつありますよね、うん、十分なっていうね、十分をね入れればそれでこれで良しとするっていうね、うん、これでなんか本当に国体的な決着の仕方ですよね、うん、それでじゃあどれだけ実態的にですね、被害に遭っている、まあ、宗教2世の方たちも含めてね、あるいは高額な献金をさせられたその本人あるいは家族たちがですね、その救われるのかっていうことは本当にこれ疑問ですよね。ずっと救済にですね当たってきた弁護士グループがこの内容ではほとんど実態的にはですね救済されないって言ってるわけですよ。それなのにね、最後は国体的な思惑でね、自民党とそれから立憲とそれから維新とですね、まあ立憲からすれば維新が賛成すると言うんであれば、これ与野党協議までしてきたんでね、最後まで反対だ反対だっつってね、もっと修正しろと言って突っ張るわけにもいかないと、いうねことでね、これ本当にその国体的な反応ですよね。で自民党もそういう前本当にもう抹消的な枝葉的なですね軸十分なっていうふうにね入れればこれで済むんだろうっていうね、そういうまあ本当この国体的な反応でね、それが実態的にどれだけプラスになるのかっていうところの検証は十分されないままね、これが幕引きを迎えようとしてるっていうのは僕はそういう意味では残念ですよね。ああそうですよね。ちょっとこの法案の名前が救済法案っていうの言い過ぎなんじゃないかっていう、パッと聞こえはいいですよね、うん、どこまで救済されるのか問題なわけですよ、うん、そうですね、まあ、これはまあ、国会議員ということで言うとその与野党一緒ですからね、だから苦しんでいる人と人のために我々国会がですね、これ国会というのは立法を作れる、まあ、唯一の機関ですから、我々がちゃんとそれに向き合って対応したんだってことを示したいから救済だなんてね、その名前をつけたわけですよね、うん、そうですね、これもですね、5年間で43兆円っていうね、現行からのね、1.5 倍を超える大変な金額ですよね。でこれに対してですね、じゃあこれ財源はどうするのってのは当然出てくるわけですよ。岸田さんなんかはですね、いろいろ歳出改革ね、して捻出するんだっていうようなことを言ってますけども、もちろんそれだけじゃ足んないわけでね、これ当然増税しなくちゃいけないわけですよ。じゃあ一体何に増税するのかって、これ国民の痛みを伴いますから、ね、でむしろ国民の痛みを伴うってことは軍事費がですね、軍事費がこれか歯止めをなくしてですね、どん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 増えていくってことの一つの防波堤にもなるわけですよ。ところがなんで自民党が増税、反対で今大合唱してるかっていうと、これやっぱ選挙が怖いからですよ。来年は統一地方選があるし、で、2025年ですねまでにはこれ参議院とそれから衆議院の任期がね迎えますからね、間違いなく大型の国政選挙があるわけです。ですから27年までにね先送りしようっていうのは、これ増税したことが選挙に影響しないようにしよう、我々その自民党にとってですね不利にならないようにしようってことを言ってるわけですよね。そんな無責任な話はないわけで、じゃあ赤字国債をどんどん発行するのか、赤字国債なんか発行してったらこれ本当に歯止めに なりませんからね。要するに誰も知らない人じゃないですか、はい、で僕が取らなければ誰も知らないままなので、俺しか知らない役者がいて、うん、俺しか取れない舞台があってみたいな、誤解を招くかもしれない言い方で言えばそれが面白いかどうか、介入した方が面白いかどうかみたいな、うん、皆さんありがとうございました。以上今日のオペレートでした。